大谷翔平の打撃が好調な理由、レンガで判明する。現地23日の試合で今季6号を放った大谷翔平、データから外角低めのボールゾーンを振らなくなったことが好調の要因として浮かび上がった。 16.3%、 0.5%、 この数字こそ大谷が23日の試合前で MLB で全体トップの35安打、打率3割6分8厘をマークしている秘訣だ。数字は外角低めのボールゾーンのスイング率を示す左投手に対しては昨季外角低めのボール球を149球投じられ29スイング 16.3%、 今季は24試合消化時点とデータは少ないものの、今季は同19球でわずか1スイング 0.5% だ。どんなシチュエーションでもボール球は振らない、ストライクを振る大谷の打席での心構えだ。相手バッテリーは昨季本塁打王の長打力を警戒し、自然と外角低め、さらにボールゾーンへの配球が多くなる。特に左投手と対戦した際はスライダーなど大谷から離れていく変化球を多とされる傾向にある。大谷は相手の配球を分析することでボール球を見極め、スイングする回数を極端に減らしている。それがハイアベレージにつながっている要因だ。めちゃくちゃ選球眼良くなってるやんけ。攻められやすいアトローのボール球全く振ってないんだな。インコースはヒットにして、アウトローのボール球はしっかり見逃してるんやね。手術後に体を動かせない時には大谷は目のトレーニングに力を入れていた。それが今季の選球眼の向上につながっているのかもしれないね。怪我して体を動かせない時こそできるトレーニング積んできた成果が出てるな。今季は長打よりも確実性を重視しているのかなと思う。右肘の故障明けでパワー圏の強化が容易ではなかった中、選球眼を磨こうということなんだろう。後を打つ打者もいいから、勝負を避ける球を無理に追いかける必要ないからね。今年はメジャーでもトップレベルの打球速度が打率を引き上げているんだろうな。シフトが禁止になったのも影響があると思う。極端な右寄りのシフトが敷かれなくなったから、ライナー性の当たりでも野手の間を抜けることが多くなった気がする。多少の打ち損じでも守備を突き破る圧倒的パワー、それでいて IQ も高い。今季はガチで首位打者あるぞ。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。